レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。いつきさんはレバレッジ投資をやめてオルカンのみにする考えはありますか？今日はねこれについて深掘りしていきたいと思います。それではスタートです。モッピーのポイントは現金に変わる。皆さんポイ活してますか？モッピーご登録まだの方は説明欄にモッピー登録用の URL を貼ってありますのでご登録してみてください。その後にですね、第二の収入ポイ活副業するより楽という動画を作っております。この動画を見ていただきますと、モッピーで1円も使うことなくねポイントがザクザク溜まっていくという方法を凝縮しておりますので、まあ、こちらの方を見ていただいてね、あとはポイントをがっつりと稼いでいってください。コメントの方がね、届いております。うさまるまる投資チャンネルのうさまるまるくんは、レバナスに手を出して含み損に苦しみ続け、泣きに泣きやっとやれやれ売りしました。今は新ニーサでオルカンのみの投資を覚えたようで生きています。誰でもできる投資で生きるってすごいです。一さんはレバレッジ投資をやめてやれまるまるくんのようにオルカンのみにすることは考えありますか、ということでね、ご質問の方来ていただいてるんですけれど、まず私がレバナス投資をやめるわけがないということですよね。私はレバナスを使わないことはないと。ただ私が3600万円レバナスを作り上げるとき、まあ一発でね、次はレバナスが安くなったときに3600万円を入金しようと思ってるんですけれど、その時に考えることはただ一つ。為替ヘッジなしレバナスに3600万を全額入れるのか、為替ヘッジありに3600万を入れるのか、それとも為替ヘッジなし為替ヘッジあり1800万円ずつ買うのか、というね、まあ、こちらの方に絞られてくるということになります。なぜか、それは私が3600万円レバナスに入金しようと思った時に円高なのか円安なのかというところがね、一つのポイントになってくるかなというふうに思いますので、その時の状況に合わせて為替ヘッジありなし、こちらの方をね、どのように組み合わせていくのかっていうのは考えますよ。ですけれど、レバナスを手放すなんていうことはね、全くね関係ないと。もちろん利益が出れば部分利確の方はどん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 進めていきます。リバランスの方もどん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 と進めていきます。ですけれども、レバナスを手放す、使わないなんていうことはないわけですね。しかも私の場合はもうすでにね、2023年1月から12月まで積み立てたレバナスっていうのはプラス、73% ぐらいね、なっているということもあります。今からこれがね 150%、200%、300% と、上昇していくのが分かっていくのにね、なんで手放すんだということですよね。一時のトータルリターンマイナスが出て、そしてやっとプラスになったから売る、それって長期投資と全然違うやんという話になってくるわけですよね。私は、レバナスはそのままね、使い続ける。何のためにレバナスを使っているのか、それは時間効率と資金効率を良くするために使っております。オルカンや S&P500 では私の財力では10年以上ね、私の思っている資産形成をするためには時間がかかってしまう。20年30年かかってしまうわけですよ。そのような商品を51歳の私がするのかということで考えていくと、答えは否ですよね。今20歳30歳の人がね、20年後30年後の未来のために投資をしていくということで S&P500 やオールカントリーを使う、これは正解の一つだと思います。全てが正解だとは思いませんけれど、正解の一つのパターンということにはなっていくんですけれど、50歳以上の人で今から資産形成をしていく、もう今すでに資産持たれてる方は別ですよ、資産今から形成していこうと思う人がS&P500 やオルカンを使うのでは遅いということなんですよね。で、まあ20年30年時間をかけてね、資産を形成していく人っていうのは、まあそれはそれでいいと思うんですけれど、なんで20年も30年もかけて資産形成するのかなという疑問点は残るわけですよね。10年もしくは5年で資産作れるんだったら、例えば20年30年かけて3000万円のね資産を作ろうと考えた場合にですよ、別に20年30年かけなくても5年10年で3600万作る方法があるんだったら、どちらをチャレンジしますか？いや、それでもやっぱり20年30年後のね資産形成を目指しますという人はそちらを選んでいただければいいだけの話で、私は20年30年なんて待てないと、できれば5年、
まあ、できれば10年以内、さらに言うのであれば5年前後あたりでね、3600万円をね作れればということで、もともと私のチャンネルは毎月5万円を10年間レバナスに積み立て続けて、3600万円レバナスにして、そこから毎月部分利確をしていく、月50万円のねお手当を税引き後にいただくという予定でしておりましたけれど、やり始めて3年4ヶ月、まあ今回経ってるんですけれど、2年と8ヶ月ぐらいで思い出したのが、あれと、このまま毎月5万円レバナスをね入金しなくても、今の手持ちの資金で3600万レバナス作れんじゃないかなというふうに変わったわけですよね。そしてそれが確信になりましたので、メンバーシップを立ち上げて、私のしていることをメンバーさんに見ていただいて、そしてメンバーさんの資産形成に役立てていただいているというね状態になっているわけなんで、もうすでに労働収入からの入金もね私はストップしてるわけなんですよね。オールカントリー S&P500 で今の状態で入金をねストップできるのか、労働収入からの入金をストップできるのかっていうと、できません。なんでできるの？それはレバナスとか S&P500 などのレバレッジ型商品を使っているから今の入金で終わると。3年、私が入金止めたのはね何ヶ月前か忘れたんですけれど、3年前後でねもう労働収入からの入金をしなくて済んだということになるわけなんですよ。あとは労働収入からの入金をストップして本当に3600万円以上の資産を作ることができるのかどうかを見ていただくと、過程を見ていただいている、どのようにして、そして本当に成功しているのかということは、過程を見ていただいているのはメンバーシップ会員さんのみです。ですけれど、結果3600万円以上になった時に入金力3年でストップ、労働収入からの入金を3年でストップして、そして本当に3600万円以上の資金を作り上げることができたのかどうか、結果は皆さんにもご報告しますから安心してくださいということでね、やってること、そしてそのね道のりっていうのを見ていただくのはメンバーシップさんのみですけれど、結果は皆さんにもねガンガンお伝えしていきますから、ほーら見てみろと、逆イールド解消後の暴落が来て、その後の上昇でしっかりとね3600万円以上作れましたよと、労働収入からの入金は今の時点、3年4ヶ月経ってる時点でもう数ヶ月入金はストップしてるということになっておりますので、3年間レバナスに積み立てをしてスポット購入をちょろっとした資金で3600万円作れましたよということをね、どんどんのね、成功すれば皆さんにねお伝えさせていただきますし、どのようにして、作ったのかというのもね、その時には皆さんにもお伝えさせていただくということになりますんで、今更こんな便利な商品があって、わずか3年入金しただけで私の労働収入から株式に入金するというねことをやめれたのはレバナス、そしてレバレッジ商品を使っているからだということになりますんで、こっから今更オルカンになりますよとか S&P500 になりますよなんていうことになれば、また労働収入から大量に入金しないといけないという悪夢が降りかかってくるわけですね。せっかく労働収入から資産を形成していくために入金する必要がなくなったのにですよ、また労働収入から資産を作るために入金しないといけないなんていうことにね、なんていうことに、ね、するわけがないということに、ね、なるわけです。物事っていうのはね、一歩一歩進んでいかないとダメなんですよ。私がレバレッジ投資をやめて、オルカンとか S&P500 を使い出したということは、後ろにね、向いて歩いていってると、一歩進んで3歩下がるみたいなね、状態になっているということになりますので、まあ、死んでもね、S&P500 へ、オルカンっていうのはね使えません。ただ一つ、私がノーマルの指数を使う時っていうのはただ一つです。それはNISA枠1800万円、夫婦含めて3600万円の枠がありますので、その枠を埋める時、レバレッジ型の商品がねその時に使えるようになっていればいいですよ。ですけれど今の段階では使えませんから、その時にはノンレバ商品を使っていきます。ですけれどね、その時でも S&P500 とオールカントリーは選びません。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。